海に囲まれた観光地、伊豆半島の観光を活性化させたいと、西伊豆町が目をつけたのは釣り人でした。釣れば釣るほど町で楽しめる電子マネーが手に入り、地元も潤う新たな取り組みです。はい、キロ600円の炭酸で今買い取らせていただきます。ドキ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 、すごい、すごい。西伊豆町の西名漁港のそばにある魚や野菜の直売所、半端市場に魚を持ち込んでいたのは、東京から釣りに来ていた家族です。あ、もうまさかこんなにね、いただけると思わなかったんで、もう、ラッキー。西伊豆町が始めたのは、遊漁船で釣りを楽しんだ人が持ち帰れない魚を直売所が買い取る釣って西伊豆です。買い取られた魚は半端市場で販売もされます。西伊豆に、釣りで来てくださるお客様と、観光を結びつけたかったんですよね。買い取った魚の代金は西伊豆町の電子マネーサンセットコインで支払われます。サンセットコインは町内の129店舗で使うことができ、お店も飲食店や土産物店のほか、ガソリンスタンドやドラッグストアなど幅広く、店舗によっては特典もついています。西伊豆町は新型コロナの影響で観光客が激減し、現在でも完全には戻っていません。釣って西伊豆は観光客を増やし、リピーターも確保する起爆剤になることを期待されています。早朝6時半、神奈川県からお客さんが来ました。ちょっと待った、ちょっと待って、どうしたらいいの、お父さん。糸を垂らした直後、かかった魚はサバ。いきなりの大量です。釣って西伊豆で買い取ってもらえるのは、西伊豆と松崎の遊漁組合の船で釣った魚に限られます。やった、これやった。この日釣れた魚はサバにイサキ、マアジなどです。早速遊漁船の船長と一緒に半端市場に魚を持ち込みます。こんにちは、こんにちは。どこ、あ、行きます。はい、はい。まず売るのはイサキです。高くついてくる、高くついてくる、いいです。100グラムあたり60円の買取価格になりますけど、よろしいですか。はい、果たして値段は。はい、2486グラムで、1491円分になります。やりました。続いてサバとアジも買い取ってもらいました。172円分になります。じゃあ今回、1668円での買取にさせていただきます。はい、支払いは町の電子マネーサンセットコインで、その場で携帯のアプリに支払われます。ありがとうございます。小倉さんが釣った魚の代金は1668夕日になりました。他のものいろいろ買えたらいいなって思います。小倉さん家族は半端市場で買い物をして帰ることにしました。買い物は1万円近くになり、サンセットコインの1668夕日を優に超えていました。得した気分です。ここ知らなかったので、今日初めて来て、また来たいと思います。何度も来られる方なんかですと、まあ、サンセットコインが貯まれば、それでちょっとまた次の船代にしたりとかいうことで、まあ、リピートしやすくなるのかなとは思いますので、ぜひ何度も西伊豆に来ていただいて、たくさん釣りしていただければなと思います。
釣りで観光の盛り上げを狙う西伊豆町の挑戦です。